近頃グレートベイで何かが起きている。そうなの、そうなの。いいけん、掛け声とか。いや、取れねえ。いや、待って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 、取れない取れない取れない。え、それは。いや、取れないです。え、キモ。必勝。え、取れないですけど、それ。何をどうしろと。ミスミスミス。え、だってね、あの鳥のお面をつけても、羽ばたけるわけじゃないしな。あ、次の日の朝、あと48時間。とりあえずゾーラの方行くか。毎回毎回ね。多分私は、あれなんだな。寄り道でめちゃくちゃ時間が。この船使えるんかな？何？あ、看板ある。近づくな危険。霧発生中につき遊泳禁止。あそこまではいけるんじゃない？いけんかな。うわ、なんかめちゃくちゃうねうねしおる。あれは敵か？地面というか海中にいるの。あ、とりあえずここ。どうやって上がるんだ？え、上がれなくね？上がれるところどっかあるってことか？え？なんか敵が迫っとる音が。あそこ、これか？もしかしてゾーラ。え、違う？あ、ぽいな。うぐ、誰か。グフ、俺を。岐阜、岸まで運んでくれないか。ここ沖なの？どうやって運ぶんやろ。押す？あ、普通に押せばいい感じかな。え、押せてる？押せてない気しかしないんですけど。え、押せてないよね、これ。てか、めちゃくちゃ流されてね、君。これどうやったら助けられるの？どうやって連れてけるの？君。いや、連れて行きたいんだよ。連れて行きたいんだけどさ。え、これ押せてないよね、多分。でもってめちゃくちゃ流されてくし。どうすればいいんだよ、私。この距離ならもう行けるよ。どうやればいいんだい？なんだ？どうすればいいんだ？近いんだけどな。あ、でも、近い？なんか近づいた気がする。え、めっちゃ近づいた。いつの間に？待って、押し返しよる気がする。よっ、お。ね、もうそれ足ついてるよ。あ、ほらほらほら、近い。あ、もう近い。ほら。あ、大丈夫？もう。よかった。膝もついたもんね。大丈夫かよ。やっぱ海温が上がってることが原因？どこ行くの？冷たい水じゃないといかんのかな、ゾーラって。水分なら何でも大丈夫なわけじゃないんか。え、大丈夫？どこ行くの？干上がらない？ああ。大丈夫か、おい。俺はゾーラ族のミカ、ゾーラバンドのギタリスト。あったね、ゾーラバンド、そんなの。へえ。俺はもうダメだと思う。俺の最後のメッセージを聞いてくれないか。いや、聞くけど最後にすんなよ。いやいや、その元気あるんならいや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 、歌ってる場合じゃないんだよ。聞いておくれ、もうすぐご機嫌なカーニバル。みんな俺たち待っている。その元気あるんならさ、ちゃんと水もらいに行け。だけどボーカルのあの子は変な卵を産んで声をなくしちまったのさ。何どういうこと？近頃グレートベイで何かが起きている。そうなの。いいけん、掛け声とか。聞いておくれ、そしてあの子の卵はみんな海賊ゲルドに盗まれた。お、ゲルド。すぐに俺は海賊ゲルドを追いかけたが、のされちまってこのざまさ。このままくたばるのは死んでも死にきれねえ。そりゃそうだ。愛の手。誰かあの子の卵を取り戻しておくれ。誰か俺の魂を癒しておくれ。いや、ありがとうじゃなくて。あれか、癒しの歌とか弾けばいいんか？浄化されんよね。魂じゃないけん大丈夫よね。癒しの歌。左右下。左右下、左右下。どうすか、これで。あ、一応なんか起こりそう。え、何？天使がお迎えに来たりせんよね、大丈夫？なにえ、なに？どうした？怖いんですけど。なに誰？ボーカルのあの子？どういう状態今？ボーカルのあの子かな、これ。お、バンド。え、どこ行くの？え、なに？仲間が迎え、みんな死んでるわけじゃないよね。走馬灯か？え？召されたよ。顔だけ残して。え、怖い。え、本当に、あの演奏が最後？力尽きたの？え、絶対あれ、あの元気あれば助かったって。ゾーラの仮面を手に入れた。伝説のギタリストの魂が封じ込まれた仮面だ。伝説のギタリストやったんや。C でかぶればゾーラの姿に乗り移ることができる。外せば元の姿に戻ります。おお、魂おる。俺の歌を墓に刻んでくれ。あの子のこと頼んだぜ。さっきの子ね。めっちゃ元気だな、魂で。魂になっても超元気だな。これで潜れる時間が長くなるとかそういうことかな。あ、これお墓？ギターかな、これ。ゾーラ族の伝説のギタリスト、ミカウ、ここに眠る。彼の歌をここに記さん。こんなとこにお墓建てられても困らん？漁師の人とか。ミカウの歌詞を歌ってみる？何ミカウの歌詞って。我らゾーラ族。たなびくひれはゾーラのうわー、なんか。天からミカウの声が A とスティックでギュンギュン泳ぐ。あ、なるほど。動かし方を教えてくれるってことね。ふんふんふん。素早く泳いで R を押せばシールド発生、敵を蹴散らせ。けど魔法力があればね、セリフ。B で沈むこともできるんだ。おうおう、我らゾーラ族。もう一個はあ、次は地上か。地上で戦え、ゾーラ。怒りのパンチだ、B ボタン。連続攻撃だ。繰り返し押し。ふんふんふん。必殺技は B を押し続け、今だ離せ、とどめのダブルカッター。地上でも別に、干からびたりとかはしないんですね。ちょっと待って。一旦ゾーラになるわ。怖い。おー、すげえ、頭身まで変わる。まあそっか、そうやな。強いやん。あれやもんね、ゴロンみたいに横幅も広くなるもんね。身長も高くなるか。走り方はかっこ悪いな。とりあえず一回。よう、ゾーラじゃねえか。最近景気はどうだ？あはん、もしかして、魚取れねえから俺のところでも来たのか。ダメダメ。俺様も最近さっぱりオケラなんだよ。こっちが分けてもらいたいぐらいだよ。なるほど。漁師さんとゾーラ族っていうのは結構、あれか、フランクに話す感じなのね。いがみあったりとかは別にしてないっぽい。んで、私はあそこに、行きたいんだけど、あそこにはどうやって乗るの？あれかな？ゾーラ族になって、おー。身長ができたけん、ひょいって登れる？なんか下に入ってったんですけど、別に下から入れるところとかも、ないよね。ないっすよね。いや、違うんだ。違うんだ。え、違う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 。え、上がれない。上がれないぞ。下に入っていくなよ。ミシンも入れないんですけど。入れないっつか、上がれないんですけど。なんだよ、どうやって行くんだよ。どこに行けばいいんだよ。とりあえずはあの霧のところかな。あれなんなんや。お、戻される？え、この時点でもう戻されるの？マジか。あれは？下からなら行けるとか。そんなこともないっすかね。すげえ、海底歩けるんや。さっきこの辺で返されたんよね。うわ、返されるんか。ええー。なんだよ、じゃあどうすればいいんだよ。こっち側なんか行けそうな感じするね。あ、ほらほら、なんか看板立っとるよ。この先海賊の入り江、危険につき観光客は立ち入り禁止。海賊の砦？どれが？この辺？え、どれ？わからないんですけど。ん？あそこのなんか鳥がめっちゃ飛び寄る。ってことはきっとあそこにも何かあるのでは。さっきはね、ミカウが漂い寄ったわけやけど、鳥が飛び寄るところには何かヒントがあるような気がす。何もないな。なんかツタがあるだけやけど。ツタというか昆布か。こっちのほう、あ、なんか誰？あ、ミカウ、こんなところで何してんだい？ここはおっかない海賊の砦だから近づかない方がいいと思うよ。僕はいいんだよ。実はこの砦にいる海賊はみんな女の人で、しかもとびきり美人らしいんだ。だから一目見ておきたいと思ってね。そんな目で僕を見るなよ。なるほど。あ、今なんかあった？今なんかなかった？気のせいかな。見えない。あれはあれか。さっき私がずっと上がれん上がれんって言ったところか。さっきのゾーラどこ行ったの？急激に現れるな。海中におらんくなかったさっき。どこから現れてんだ。どこなんやろう。この上あたり。ほら、なんかないあれ。ほら、あの辺。何あれ。あ、こっからなんかどっか行けるんやね。行けなさそう。全然行けなさそう。海賊の砦というのがよくわからぬ。ほい、ということで、まあ、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーなんかね個性強いな、ミカウ。全然悲しい最後じゃなかったし、まあいいことなんかもしれんけど。いや、まさか本当にあれでお亡くなりになると思わんかったんやけど。絶対あれ助かったよね。